4校目の発表に入りたいと思います。大阪市立東高等学校です。テーマは ICT を活用した主体的な情報発信スキルを身につけさせる国際連携アクティブラーニング。発表者は池田先生です。アドバイザーは日本福祉大学客員教授の影戸先生です。それではこの後の進行、影戸先生よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。日本福祉大学の影戸です。今日のご発表は大阪市立東高等学校の池田明先生です。池田明先生はもうここ20年来国際交流とそれから ICT 活用、さらには、やっぱ英語の負荷を少なくするためにグループでプレゼンテーションを組ませて、それをもう定期的にですね、本日の23回目のワールドユースミーティングを、45チーム形成されて、連合でですね、日本その他、いろんな高校、立命館、中学高等学校であるとか、福井商業、南山国際であるとか、名古屋商業高等学校とか、いろんなところと連携してですね、展開をされています。今日は、まず最初にですね、東高校の池田先生の方からご発表いただいて、私の方から特に、なぜ続くのかとか、で魅力ある、国際連携を、構築するには何が必要なんだろうか、そういうところから質問をさせていただきたいと思います。それでは池田先生よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。大阪市立東高等学校の池田と申します。今日はですね、国際交流、国際連携のアクティブラーニングを主体としました、実践研究ですね、これの成果について発表させていただきたいと思います。はい、タイトルこういうふうにさせていただいております。まずですね、流れとしましては、先ほどからご紹介ありますように、2019年度からの2年度間、今年の3月までという、切れ目の2年度間で、国際交流イベントの、実施参加を中心としてですね、ICT を活用した、いろいろな実践に取り組んできたというところであります。ただもちろんこれは立ち上げて2年で何かやったということではなくて、以前から取り組んでいた実践をより深めていきつつ、継続しているという流れの中に載っているものです。一番下に書いてますように、全校的に、告知をしまして、でクラスに落とし込んで、その中から実際にプレゼンテーションが例えば全校生徒一斉にはできませんので、参加者、いわゆるプレゼンターが、セレクトされて、でそれがまた終わったらクラスに広め、全校に広がって、そして海外との交流を含めて広がっていくという、こういう流れをプランしまして実践してまいりました。で、先ほどからの実践でも同じような事例なんですけども、1年度目、つまり2019年の年末までは順調にいきましたが、ご存知のように2020年の、初頭からですね、コロナ禍で非常に大きく影響を受けました。特に国際交流ですから、人との交流が、直接交流ができないというところは非常に、難しい局面に陥ったということなんですが、これ他の実践も今、聞かせていただいたり、報告書を見させていただいたりして、ほぼ同様かと思うんですけど、このピンチをやはり上手にチャンスに変えるような、展開というのが、なかなか面白いと言いますか、今後のまた参考になると言いますか、そういうところではないかなと思います。さて、国際交流にあたっては、目当てを4つ考えています。1つは主体的な情報活用能力。主に英語のプレゼンテーションが、柱なんですけども、実は私は英語科の教員ではなくて情報科の教員ですので、一番にまず、主体的な情報活用能力というのを念頭に、置かせていただいています。で、二つ目は多文化理解ですね。そして、コミュニケーション能力。
さらに、まあ、体験による国際理解、体験的な理解ということで、これも直接交流を非常に大事にしてるんですけども、ウィズコロナになってしまいましたので、ちょっとどう変わったかだけ少し触れておきたいと思います。左側が従前の国際交流の状況です。で、コロナ禍以降、まあ、2020年度ということで考えますと、直接からオンラインになり、最初その海外に相手がいるというところでスタートが大変だったんですけども、オンラインになりますと、つながりやすいんですけども、本番も会えないという状況ですね。で、逆にですね、今までは会えばなんとかなるというところがあったんですが、今回は会えませんので、共通理解を得るところ、コンセンサスを取ったりするところに苦労があります。で、直接会えば当然リレーションシップが生まれて深いつながりができるんですが、ネット上の付き合いだとこのあたりをどう担保するかというところが、非常に課題でもあり、また実践の深まりのヒントにもなっていると思います。で直接交流の必要な理由というのは、まあいろいろあるんですけども、実はですね、ネット上だけでありますと、いわゆる特別な情報しか出てこないというところがありまして、まあ一刻も早くコロナが収束してですね、もう一度直接交流ができることを望んでおるんですけども、ちょっとよく紹介することなんですけど、例えばですね、学校間交流をしまして、台湾の学校を訪問したりします。で、台湾の学校を訪問すると必ずこれがあります。これ普通の公立高校の目立つ玄関に貼ってあるんですけども、何かというと、卒業生が、本名ですね、名前とどこどこ大学、どこどこ学部に合格して、誰々先生のクラスでしたっていうね、先生の名前まで書いてあるという。予備校や塾ならこれあるかもしれませんけど、公立の高等学校で日本ではあまりこれはしないですよね。あるいは、その公立高校の門の外には必ずどこに行ってもこれがあります。横断幕ですね。名前と合格した大学一覧というのはどこの学校にも貼ってあります。これなかなか観光旅行で行きましても目のつかないところなんですけども、当然学校間交流で向こうの学校を訪問すると生徒たちはこれ何っていうことで、興味を持ってこんな文化の違いも感じたりします。これはなかなかね、直接交流がないところでは生まれない気づきだと思うんです。はい。情報教育の側面から、まあ短時間ですので、ちょっとあちこち話を飛びますが、インターネットは当然必要です。ただ、変な書き方ですけども、能動的な情報受信が必要と私は考えています。人と人とつながるために ICT はそのツールで、なんか使い方がうまくいったから、いい交流だったというところで落ちないように、考えていろいろな工夫を凝らしているというのが一つ仕掛けとしてあります。さて、実際の実践例で一つはワールドユースミーティング。先ほど影戸先生からもちらっとご紹介ありましたけども、実は今裏で、本番が進行しております。今日と明日なんですね。で、生徒たちは先ほどプレゼンテーションを終えて、まだ、いろいろなプレゼンテーションが展開されておるということで、後で少しご紹介したいと思いますけども、まあ、いわゆる日本の年度当初から、キックオフをしまして、夏休みに行うという大会。実際の写真がこんな感じで、初年度の直接交流できた写真の中に右下これ去年の、直接交流できなかった時の写真を混ぜてみまして、やはりちょっと寂しい感じがいたします。もう一本の端、これがすいません失礼しました、今日今プレゼンを終えた生徒たちの、LINE のグループの、スクリーンショットちょっと撮ってみたんですけども、終わった瞬間、だいたい1時20分ぐらいに、プレゼンを終えてるんですけど、タイムスタンプ見ていただいたら分かりますように、5分と経たずにわわわわわっとこういう感想の応酬が、日本と台湾で始まっているんです。まあ、まさに深い学びを生徒たちが感じれてるというのが、実感できるかと思います。冬休みは逆に台湾側がホストになって、こういう取り組みもしております。つまり夏冬のワンセットで1往復、これで1年度間の実践交流の柱2本ということになっております。同じように写真並べてみました。右上が去年の冬の写真です。やはり直接交流がないと寂しい感じがします。さて、国際交流に長年取り組んできまして、ぜひこれ皆さんにアピールしたいと思うんですが、今日日ですね。今日、なんか大阪に出ちゃいましたけど、今日日、どこの学校でもですね、うちは国際交流なんかやってまへんって、なんか、はっきり言い張る学校は絶対ないです。必ずやっ
ってますとおっしゃるんですが、深まりのない国際交流というのはこの 3D、3F、 この3つに収束されます。ダンス、ドレス、ディナーですね。踊ってきて食べるという、なんかドキッとされることないでしょうか。海外からのゲストを招いたら、とりあえずまあ夏休みでしたら浴衣着せて、大阪でしたらたこ焼きでも食べさせて、まあかき氷でもいいんですけど、盆踊りでも踊りましょうか。だ向こうも民族衣装かなんか持ってきてですね。で、まあお菓子とか向こうの食べ物持ち寄って、で、歌ったり踊ったりって、まあ楽しい思い出にはなると思うんですけども、なかなか交流が深まりません。やはりコラボレーション、共同で何か主体的な作業をさせるという仕掛けが必要。だから、プレゼンテーションを柱とした交流を進めているというのが、我々の取り組みです。これが去年の冬の台湾での大会の後、生徒に取りました。まあ、アンケート、ちょっと詳しく移す時間ないんですけども、要はですね、非常に自分自身の育ちを実感しています。それを見て、まあ、我々も、生徒たちがこういうふうに気づいて育ったんだなっていうことが、毎年、感じられるっていうのが、まあ、この実践の醍醐味であり、続けてきた、まあ、理由かなというふうに思います。さて、駆け足になりましたけども、まとめに変えて、いくつかのポイントをお示ししたいと思います。国際交流を続けるための仕掛けとして、まあ、展開を共有する。つまり、参加者がただただ、思い出作りのためにやってるという状況にしないということですね。それから、モチベーションを維持するために、生徒が自分で、気づいたな、自分で育ったなという実感できるような状況を設定する。それから、実はですね、これをやることによって、先生たちにも非常に大きな学びがある。ただ、その分、いろいろコーディネートは大変です。っていうところも考えた上で、やっていきましょうということになります。最後にですね、今現状、現在この大会、今日と明日、日本がホストになって、ワールドユースミーティングという大会が動いております。今日の分はほぼほぼもプレゼンテーション終わるんですけども、明日の午前中、10時から12時にかけて、今日の優秀だったプレゼンの録画放映をこのチャンネルさせていただきますので、よろしければこの QR コードで、アクセスいただければと思います。どうぞ、これ撮っていただければと思います。ではちょっと駆け足になりましたけども、以上で発表を終わらせていただきます。はい、どうも池田先生ありがとうございました。大変わかりやすいというところで、それで皆さんの感覚としてはまあすごいなと、とても同じようにはできないわという感じもあるかと思うんですけども、まあコロナとかですね、まあ世界の情報が非常にこう重要になってくるということ、そして国際連携ということの中で物事を考えなくちゃいけない。例えば民主主義の問題とか、まあ、高校生たちはみんな選挙権を持ってるわけですから、主体的にもう対話をして発言をしていくっていう態度が国際的にも必要なことかなと思うんですね。はい。ちょっと私のパワーポイントを共有させていただきます。はい、画面の方映ってますでしょうか。これでですね、まあ、今日ご参加の先生方、いろいろ国際交流について興味があるとは思うんですけども、池田先生、最初にですね、国際交流は続かないという声があるかと思うんですけども、先生のところは非常にこう長く、仲間を増やしながら展開されてるんですけども、はい、この交流というのは、毎年やることが見通せるということが非常に重要かと思うんですが、はい、先生の場合は、そこらあたりはどうなんでしょうか。幸い国際交流っていうのは、生徒に対して最初の段階の食いつきは非常にいい取り組みで、まあ、海外とつながってみませんかという誘いに乗ってくる生徒は多いということなんですけども、やはり
なんて言うんでしょう、共同作業の部分がないと、なんとなく思い出作りになってしまうという感じがありますので、やはりプレゼンテーションを一緒に作らせるという仕掛けがあるところが一番大きいと思います。で、それを一回やると、またやりたいというふうに生徒がなってきますので、まあ、代々引き継いで、どんどんこう、つながっていくという展開が生まれます。で、生徒がやりたいといえば、当然先生は、他の先生方も乗っていただけますので、はい、ありがとうございます。池田先生のところは特に生徒が活動するということが主体的に、はい、先ほどの先生が指摘されてました、生徒が自ら育ったという感覚を持つということが非常にこう継続のエネルギーになっていくという、はい、それが先生のところは英語プレゼンテーションということだと思うんですけども、はい、それは先生いろんなプロジェクトビデオを送るであるとか、あるいは、教室の窓から見える写真を送って、ちょっとコメントを書いてお互いを送り合うとか、何かそういう、はい、仕掛けみたいなのはいるということでいいんでしょうか。そうですね。特に近年はもう ICT で、例えばSNS なんかで生徒同士を一回同じグループに入れておけば、最初の一歩だけ押してあげれば、あとはこう勝手に続いていくといいますか、交流、お互いの交流は続いていくと思うんです。で、その次の仕掛けとしてゴールを明確にしておいて、プレゼンを作って一緒に発表するんだよって、この仕掛けが一番大きいところだと思います。すみません、繰り返しになるんですけど。大変よくわかりました。それで、池田先生、前いただいたのがあって、例えば、作品が、作られてて、ちょっと待ってくださいね。どんなイメージかというと、これはグループのプレゼンテーションだと思うんですが、はい、ちょっと紹介させてもらっていいですか。はい、どうぞお願いします。はい。ちょっと皆さんご覧になってください。Infections have been increasing. What a surprising figure it is. We were very surprised to find that so many students have been influenced by some kind of promotion.Quality of the item. Our suggestion for future studies. どうも、時間もないんですけども、まあ、こういう形で作品を作ると、この作品をもとに海外も作ってみたいとか、自分のところもこうやると、でそれでそれが積み重なっていくと、例えば1分間にどれくらいのスピードで喋ったらいいんだろうとか、これくらいのところを我々もぜひ作ってみたいという、そういうこう生徒に対する刺激っていうものがあるかと思うんですが、今日の大会に向けて先生のところは、まあ、授業でも組まれてると思うんですけれども、この1週間でどれくらい相手と一緒にネットワークを通じて練習をされましたか。ですね、実は今回4チームに分かれてたんですけども、すごいですね。最大やったチームは、2日に1回1時間ずつぐらいで、トータル5時間ぐらい練習しているチームがありました。で、逆に一番少なかったチームは、昨日3、40分だけつないで、それまではもうひたすら文字面での、文字と画像だけのやりとりでやったチームもありました。まあ、出来栄えはどちらもあまり変わらなかったです。そうですか。はい。一つは、ICT というキーワードが一つあるんですけども、先ほど、チャットとか、見せてもらったんですけども、非常に短時間で、英語気持ちとか、よくやったねとか、いろんな表現があったと思うんですけども、はい、ああいうものは、やっぱり Google 翻訳を使ったりとか、ということはあるんでしょうか。ですね、慣れてくると、これがまあいいところだと思うんですけど、慣れてくると短い挨拶やちょっとした会話はもう書き込めますね、生徒でも。はい、最初は1から10まで、はいをいいえに訳すとこから Google 翻訳使ってますけども、だんだん使い慣れてくると、つまり6月ぐらいにプロジェクトスタートしてもう2ヶ月も経つと、普通の会話はなんとなく自分で書けるようになると。つまり日本の生徒たちはこう、アウトプットする機会が少ないだけで、書いたり喋ったりすることを与えてやると、意外と頭の中にはたくさん英単語が入ってるっていうのは、自分たちでもよく気づくと思います。はい、それとても重要な指摘でかと思うんですけども、はい、一つはこの日本って、
EFL って English as a foreign language で、教室の中で英語を喋ったりとか書いたりするんだけども、一歩外に出ると使う場所が全然ないという、非常にこう特殊な中で10年間、小、中、高、大、勉強してるわけですね。それを先生のところはうまく作品作りを通して発揮出させて、それで今、キーワードとしてはこう慣れてくるという言葉が あったようですが、で先生、僕ちょっと先生の意見からまとめさせてもらうんですけども、生徒が何を作るのか ICT をどう使うのかっていうのは一つ大変重要であるだろう。これは先生、タスクベースというふうに呼んでいいんでしょうか。はい、その仕掛けがあると思います。はい、でうちの学生なんかは、まあ、いろいろ作品を作るところに特にですね、例えば Google 翻訳を使うとか、こういう活用も先生のところは増えてるんでしょうか。使い慣れてきてる生徒もだんだん増えてきてる感もありますし、あともう一つ翻訳に関しては、そのいわゆるネイティブの講師に直撃しに行くという、今までは授業で来てもらったネイティブの講師の話を聞くのに対して、こちらからアクティブにネイティブの講師に働きかけて訳を見てもらうというようなこともたくさん起こるようになります。ありがとうございます。はい、で一番になったんだが、やっぱり先生、パターンとして定期イベントに組み込むということは、国際交流にとって非常にこう重要という感じがするんですが、いかがですか。もうまさにそう思います。学校行事の予定表に載せていただいたら、第一段階はクリアだと思います。なるほど。はい、それと、あと先生のいくつかの壁っていうのがあって、言語、距離、教員のコミュニケーション力。ここのところは先生は英語の先生ではなくして ICT 情報の先生だとおっしゃってると思うんですけども、はい、まあ、先生自身もこう積極的に英語を活用して現地とやり取りされてますよね。はい、そういうのは特にすごい文章を書くわけではなくして、はい、普通のコミュニケーションで日本の教員では十分にできる力というふうに考えていいんでしょうか。はい、まあ少なくとも中学校以降は英語を勉強してるわけで、私英語の成績とっても悪かったですけどもただ頭の中に入ってる単語でなんとかなりますね。日本で学んだ人であれば誰でもと思います。私はそうですね、日本は数学が強いとか言われますけども、実はちょっと吐き出させると素晴らしい英語が出てきてきたりなんかするんですが、はい、ここでちょっと会場の方からご意見とご質問とありましたら、お願いをいたします。会場の方いかがですか。はい、大阪会場、何か質問等ございましたらいかがでしょうか。今のところないようです。はい、はい、ありがとうございます。まあ、この分野、特にですね、高校の先生方、英語もですね、探究の時間を使うだとか、あるいは、こう入試、今年の入試は大きく変わったですね、プレゼンテーションであるとか、まあ、とっさの英語力が非常にこう大事になってくるので、池田先生のような活動というのは、かなり効果的だと思われます。はい、それでは、これでこのセッションを終わりたいと思います。池田先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。